はい、動きがあったテーマセクター、個別の材料でどいついた銘柄を小型株振興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。まあ、なかなか今日頑張った銘柄を探すのが難しいぐらいの感じですけどね。値上がり率上位。理想教育が値上がり率トップなんですね。ちょっとここを見ていきましょうか。理想教育。えっと、なんでしたっけあの、個別指導の <laughs> トーマス。 ですね昔は超低株でしたが、今すっかり立派になられて。えー、移送局、ゴールドマサックス証券で投資判断、新規に株価値開始して、買い、ですね目標株価600円。 設定しております一対一に特化した個別指導塾を展開してきたが足元でも集団から個別への需要シフトの追い風を受けて店舗拡大ということですねで実際に学校とかにも入り込んで新しい事業展開とかもしてその辺の期待もあったりとかあするんじゃないかなというふうに私も見ておりますなかなかいい会社ですね福野神さんが毎回ね紹介したがる会社息子さんが理想教育で働いてるとかなんとかでね、はい とということだそうです、えー、あとはスプリックススプリックスもゴールドマンサックスのレーティングランスは新規にカバレッジ開始ですこちらも新規にい推奨が出ております116円中1864円、えー、6.64%上昇ですあと何かあるかなスターティアって何かありましたか つるは、つるは昨日クソほど下げてですね、今日戻しましたね。まあ、一旦下げて、これこんなに売ることじゃねえだろうっていうことで目を覚ましてくれたということだと思います。まあ、決算と同時に売られるっていうのが最近のこのインバウンド関連で結構ありがちなパターンですのでね、550円とか1万710円、5.4%上昇です。あとは、もうよくわかんないな、これ。ETF ばっかり。 カーサ、自社株買いの発表ありましたね。えー、もうこんなことでしかなかなか上昇できない相場になってきてますが、カ、えーサ、結構な規模の自,自社株買いでした。22円の中で1165円、1.9%上昇。書いてあるかな、とかに。えー、と箱詰め株式数の4.68%、結構大きいですよね、えー。条件5億円50万株の自社株買いを実施するということだそうです。まあ、いいタイミングでしたね。 えっと、あとはちょっと上位じゃないけれどもっていう名前青山財産ネットワークス。 これも SMBC 日興で、えー、新規カバレッジだそうです。87円高、1250円7.48%上昇。新規に1、目標株価2770円ということで、まあ、それを交換して買いと。個人顧客市場での将来シェアは5.2%程度と見ているが、10%程度まで伸ばせるというふうに日興証券の方では想定しているということだそうです。あとは、あとは、ポーラオルビス。 新規美白有効成分を配合した医薬部外品の承認を受けると受けたということで119円の中2979円4.16%上昇美白ですからまあ去年あたりはあのリンクルショットでシワ取りが話題になったポーラーオルビスですが今年は新たに美白有効成分を配合した製品ということでまた期待がねできるかもしれないですね えと、あとはちょっと安いところって感じになりますかね。えー、と、トリドール。120円安19円、1926円5.87%下落。この5.8%の下落はそんなに目立たないんですが、台湾が投資判断3を継続。で目標株価、えー、引き下げですね。2530円から2000円に引き下げ出ております。あとは、新バイオ。 新バイオが高惑性腫瘍剤の小容量規格製剤トレアキシン点滴成虫用 25mg の輸入と国内出荷を一時停止したということを発表しておりまして60いや16円安で188円7.84%下落ですちなみに今日のサンバイオはどうだったんでしょうかサンバイオは830円安で8550円8.85%下落ですさすがに今日は耐えられなかったですね明日反発できるか 今のところ25日線がサポートになってますけどどうでしょうかマネックス見ときましょうかどうですかねああ プラスから始まってマイナスに転落ですね。18円安367円4.68%下落です。コインチェック、例のコインチェックが、えー、金融庁の登録業者に認める方針を固めたという報道が出ておりまして、えー、それ期待会が入ったんですが、結局出尽くしで売られてしまっているという感じですね。まあそうなるだろうなってことですもんね。ある程度分かっていたと思いますんで。はい。えっ、ー、と、ランチパーク。どうぞ。 154円安、2229円6.46%下落です。ドイツ証券が投資判断、ホールド継続で、目標株価引き下げですね。3500円から3100円に引き下げです、えー。会社側のプライベートブランドへの取り組みを評価している一方で、今後も試行錯誤が続くと、まあね、いろいろ成功したり失敗したりが結構ね、増像スーツとか、なかなか軌道にならないというところだと思いますんでね。えー、下方修正をしているという形だそうです。 その他ちょっとざっと見ていきましょうかエルテス、えー、500円安い1996円20.03%下落、えー、投資有価証券の売却損を計上するとで営業外損失が出たということで特損ですね、えー、と営業外損失うんそうですね営業外損失だから営業外損失だから経常か軽常に、えー、が大きく減るというところですね あと同じく営業外損失を計上ということで RB 版。デリバティブ損失が随分出るよという発表がありました88円安623円12.38%下落です。うーんと。こんなもんですかね。材料っぽいのは。 どうなりましたかね NMS ホールディングス12円安300円マイナスになっちゃいましたね3.82%下落子会社がアメリカの米国法人を設立してソニーの米国法人の事業部門を譲り受けるというような発表がありまして回線工でスタートしましたが結局マイナス転落ですブライトパス ライトパスバイオ14円高206円7.29%上昇東大と完全個別化がん免疫療法に関する共同研究契約を締結したという発表ですシノケングループ下方修正発表しております101円安741円12%下落です今期12月期の営業利益予想で116億円に下方修正てましたねメドレックス バイオ結構頑張ってますね、今日ね。100円高607円、19.72%上昇。アルツハイマー治療薬 MRX7MLL でアメリカの食品医品薬品局から回答があったということだそうです。アルツハイマーね。バルニバービー、1対2の株式分割アップしてます。40円高2015円、2%上昇。 今日値段ついたところ、九段値段がつきました。初値が8 0、えー、と、いくら ?1 万4000円ですか。で、今日1万3890円で終わってます。まあよかったですね。九段当たった人はね。そんなもう、あのー、ソフトバンクのマイナスが変に思える感じですか。はい、あと、アメージア。えー、こちらは初値が1756円、えー。公開価格1320円でしたからね。えー、で、終わり値が1880円というところでした。 あとは夢新こちらも自社株買い発表しておりましたねえー、夢新が、えー、と11円だから778円1.43%上昇に、えー、上限270万株20億円の自社株買いを発表しておりますとそんなところですねなかなか厳しいですね今年はに <laughs> 小型もちょっとこんだけやられたんじゃなかなか本当にきついんですけどまあしょうがないというところであります ということで、えー、あ、珍しく10分以内に終わりましたね。以上、アトラクティブストックスのコーナーでした。